それ面白い。クラッシュの人はやめてください。攻撃者に変わってる。綺麗だった。ね。星空も綺麗だった。ただいまから夜間演習を開始します。はじめに演習館における注意事項について説明します。演習館会場内の照明器具を消灯しますが、懐中電灯およびカメラのフラッシュなどの使用は安全な演習実施の妨げとなるため、全ての使用を禁止としますので、ご協力をお願いします。会場前の広場は大変危険です。演習館前方のロープより前には絶対に出ないでください。また戦車が射撃をする際、大変大きな音がしますのでご注意ください。なお本日はご覧のように霧のため、射撃目標地域などが確認しづらくなっていますが、シナリオに沿って演習を行います。また射手および全身観測班から目標が確認できない場合は、実弾射撃は行わず射撃号令のみ放送することをあらかじめご了承ください。次に演習構成について説明します。演習は第1部、暗視装置を使用した射撃、第2部、各種の戦場照明および照明下の射撃、第3部、防御における火力戦闘の3部構成です。続いて会場広場に展開している火器および部隊の位置を緑と赤のランプで説明します。ここでは説明のため、射撃部隊が使用するランプを緑から赤に変えますが、演習館の赤ランプは射撃をする合図となります。向かって左手から87式対戦車誘導弾です。小銃および機関銃を装備した小銃班です。携帯対戦車弾です。84ミリ無反動砲です。89式装甲戦闘車です。90式戦車です。74式戦車です。マルヒト式携帯戦車誘導弾です。以上で会場広場に展開している火器および部隊配置の説明を終わります。なお特化部隊および迫撃砲部隊は見学席の左手およそ1000メートルから3000メートルの地域に展開しています。射撃の際、発射の火口が見えますので確認してください。次に74式戦車2両の各色投稿により射撃目標地域を説明します。地域の確認に合わせ74式戦車の投稿能力を確認してください。光の交差する位置が目標地域です。青の台、距離400メートル、機関銃、携帯対戦車弾、84ミリ無反動砲の目標地域です。赤の台、距離400メートル、89式装甲戦闘車の車載機関銃の目標地域です。黒の台、距離500メートル、74式戦車、
90式戦車、89式装甲戦闘車の車載期間中の目標地域です。オレンジの台、距離700メートル、74式戦車、90式戦車の戦車砲の目標地域です。
司会の行事にも使用できます。90式洗車用暗視装置です。これは赤外線方式で夜間においても移動する目標を自動的に追尾することが可能です。その他にこの74式洗車用暗視装置のように赤外線を自ら放射して目標を探知して監視および射撃を行う機材があります。以上で各種暗視装置の紹介を終わります。続いて特化部隊が無償名下で標定および観測する標定装置について紹介します。標定装置は昼夜指定にかかわらず敵砲火部隊などの射撃の標定および自らの射撃の観測、射弾の判定、修正などが可能です。対迫レーダー装置は中距離における敵迫撃砲部隊の射撃の標定および味方迫撃砲部隊の射撃の観測、射弾の判定、修正などを行います。対砲レーダー装置は遠距離における敵砲兵部隊の射撃の標定および味方特化部隊の射撃の観測、射弾の判定、修正などを行います。その他人員が加工用定期などを使用して前方崩壊砲により射撃の観測および目標の標定を行います。以上で各種標定装置の紹介を終わります。それでは射撃を行います。はじめに小銃および機関銃を射撃します。目標は青のライン手前です。第3青のライン開始させてね。
それでは90式戦車の戦車砲および車載機関銃を射撃します。目標は5の台左および黒の台です。5の台左戦車結構砲台戦車
30ミリ発見砲で三段山を照明します。Oh!
能力者 ATF 機構陣地正面人丸丸重心不明北連こちら FDAC 了解攻略者発射初段弾着5秒前弾着今第3部では、畑岡地区において、砲火です。
された通過連隊内の第1線通過中隊が敵の夜間攻撃に対して防御戦闘を行います。なお安全管理上カメラのフラッシュなどは絶対に使用しないでください。状況開始。偵察警戒部隊の報告によれば紅白に支援された敵機械化部隊が三段山方向から攻撃前進中です。この敵に対し特化火砲による攻撃準備破砕射撃を開始します。特化部隊が夜間先ほど紹介した各種強制装置を使用して敵砲兵などの情報を得るとともに IR 照明弾などを活用して機上を監視し敵部隊の行動を探知して正確な射撃を行います。目標は三段山です。81ミリ波形砲弾幕初弾発射。
めて効果的です。弾幕射撃の最終弾に合わせ90式戦車、74式戦車および89式装甲戦闘車が3度台から5度台左の重要な予想接近経路上に対して最近の突撃破砕射撃により敵戦車などの突撃を破砕します。こちらデータ中隊長、入隊最近の突撃破砕射撃データを準備。90式戦車準備、ご注意ください。危険ですので、ライトが点灯するまでお待ちください。